見つけ出すまで何週間もかかりそうだ。本当に無限の王宮なのだな。瞑想の間にいるんだよ。お前に見つかりっこないぞ。すぐにこいつを始末しますか、フォボス様。急ぐことはない。今はまず可愛い妹に会わなければ。すごいね、おばあちゃん、瞬間移動なんてできるの？他にもね、いろいろできるよ。移動ってどこでも行けるの？宇宙のヒダは2つの世界を行き来するだろう。瞬間移動は同じ世界の中を移動する。ガーディアンなら誰でもできるの？おお、10年ほど練習すればね。さもないと硬い岩や氷の中に出たり、泥の中に突っ込んだりするよ。私も大変な目にあったんだ。でも今は完璧にできるんでしょ？みんなを呼びに行ってよ。私はもうオーラミアとつながってないから、パワーが足りなくて無理だよ。ブランコは知ってる場所にしか移動できないから、イルマのとこしか。待って、私はオーラミアとつながってる。私のパワーあげるから、コルネリアとタラネンを迎えに行って。エンリン。ああ、大丈夫。行って。ブランクも早くウィルに連絡しとくよ。力が回復したらすぐにね。出てよヘイリン、どうしちゃったの？ちょっとおいで。エド、なんで早く伝えてくれなかったの？お母さんとは話したくないのに、友達とだけなんて虫が良すぎる。ごめんねヘイリン、すぐ行くから。こんなスポーツは初めて見たよ。やっと揃った。ふう、やれやれ疲れた。次はもっとパワーをもらわなくちゃね。ガーディアン・ユナイト。妹と再会する時が来たな。再会するのは妹じゃないよ。すぐにまた牢屋の中で仲間たちと会わせてあげる。ようやく来たか、ガーディアン。シャワーだよワンちゃん。シリコンに熱を加えるとガラスになる、覚えてる？最も弱い部分を破壊すれば全てが崩れる。うん、確かにそうかもね。私が一番弱いとしても簡単にやれると思ったら大間違いだよ。よくもやったな、決して許さん。
命をもって償え。フォボス、勝手に部屋を出ていいなんて言ってないわ。己、二度とお前に玉座を私はしないぞ。もう二度とお前には。どうだった？それがね、フォボスをやっつけた。ヘイリンのパワーでイチコロ。イチコロ、ダメ、見込みなし。は？何言ってんのヘイリン。男の子のことかい？違うよ。ほら、初めてでしょ？私が男の子にこんな気持ち、じゃなくて、私が中心になったの初めてだから、みんな遠くへ行っちゃってて。お前が呼び集めたんだ。おばあちゃんの力でしょ？力を借りるのは悪いことかい？助け合った方が自分も相手もより力を発揮できるじゃないか。そうなのかな。お前は素晴らしい宝石だよ。まだ磨かれていないが、宝石に変わりはない。いつの日かお前にもそのことがわかるだろう。ねえ、いい雰囲気壊して悪いけど、私たちどうやって帰る？困ったね。